主配線版パンチダウンブロック式端子のクローネルザ、プラス主配線版は電話局や集合住宅、オフィスビル等に設置される通信線路の終線版である。MDF とも表記する。将来必要と予想される配線数の多芯ケーブルを幹線として配線誌版に接続しておき、需要に応じて番内配線の変更のみで回線を構成するために設けられる。 また、集合型保安器を設置しておき、落雷、電力線とのコンブルなどの異常電圧から屋内機器を保護している。設置する部屋は、盗聴などを防ぐため、必要な人間以外が立ち入らないように正常して置かなければならない。機器の動作のための十分な電源、温度調節のための空調設備も必要である。さらに、機器の増設。 入れ替えのための余裕ある空間の確保が望ましい。主配電盤と表記されている場合もあるが、少なくとも通信関係法令では主配線盤が用いられる。電話局では中央周配線盤ともいい、通信線路と交換機との間で配線、修正を行う。デジタル化入車線ではスプリッタで配線を分岐し、ズラムに接続する。またドライカッパを用いる。 自家集電話サービスでも、ここから他の電気通信事業者の電話交換機に配線する。無人化のため、通信回線による遠隔操作、ロボットアームでジャンパーピンを抜き差しして内部接続の変更が行えるものが実用化されている。外部から引き込んだ通信線路を収容し、カッコへの配線を分配する。 建築物の所有者から光収容の遠隔周線装置などの電気通信事業者の設備を設置する場所を無償提供する場合が多い。電力料金は契約により無償提供、定額徴収、実需徴収の場合がある。電気通信事業者との責任分解点が設けられる。ツイストペアケーブルの場合は保安器または配線板の端末側ネジ止め部分。 光ケーブルの場合は、配線板の光コネクタ部分である。オフィスビルで全館を一社で占有している場合は、近辺に内線電話交換機が設置されている場合が多い。集合住宅の場合、電源容量、冷却装置、セキュリティが問題となることがある。また、区分所有の場合、共有部分であるので総会で、決議しないと利用方法が決定できず、 情報格差の原因となることもある。設置される機器の例中間配線板は、集合住宅、オフィスビル等で各階等の単位ごとに設置される、個宅のアウトレットと主配線板の間を中継する配線板。主配線板と多芯ケーブルをあらかじめ接続しておき、端末配線の接続のみで回線の増設などを行えるようにするために設置されている。配線方式としては、 主配線盤と中継盤それぞれとを直接結ぶ星型と主配線盤から中継板を複式に接続し一筆書きで結ぶものとがある。ありがとうございます。